ちょっと再来してます。今。僕の最悪が。ええー、何それ。はい。もう、これが欲しくて喋ってるとこあるよ。お前の最悪の相槌。<laughs> 何。あのー、もう、僕、5年前ぐらいまで。常に、あの、前歯が。差し歯で。を、うん。狩場で、あの。ネタ中とか。うん、飛んでた。そう、大きく喋ったりとると、急に、あ、前歯取れたっつって、バーンって前歯飛んでる、うん、でしょ。やって 再びその状態が返ってきてきおりまやめてくれこのダサいキャーなエピソードトーク中に <laughs>、はいあのー、先日あのキングオブコントの1回戦がございましてでそれのネタ中に前歯が飛びましてえー、そんな大事な時に、はい、なんだけど、あのー、床にはギリギリ落ちずに、うん 突然、お客さんバレてたらわかんないけど、突然か俺の前歯があの、手塚治虫作品に出てくるモブキャラみたいな前歯めっちゃ出てるやつみたいな、<laughs> あ,あ,あんなになって、うん、だから変な間、ま。でもやっぱり、やっぱ前歯が飛ぶ経験なんて多分みんなないけど、僕はもう何年もその経あの、スキルがありますから、はい、もう2秒で前歯、スパッと戻していった。ああれね。早いよね。一瞬にして前歯戻すっていう、はい、状態で。 で今もだから直せてないのそれをその状態をえー、なんで、まあ、え接着は取れたのかなこれさ一応インプラントなんですようんこんなで俺えっ、ー、とねいつだ去年ぐらいも一回ぐらぐらっと来たから歯医者さん行って直したんだけどいやもうダメよ今あなたちょっとその綺麗な方でいかないとやっぱその広告とかもやってんだからさ昔みたいにさね 昔付き合ってたもう何十年ぐらい前付き合ってた彼女、うん、とさ飴舐なめながらキスしてさ <laughs> その飴をその彼女と飴交換しようとしたらさ前歯が向こうに行っちゃってさ焦って取り戻したっていうかあありましなすたね,ねこ<う>向こうの前の昔の彼女気づかなかったのね菅ちゃんのあのー、飴じゃなくて前歯がつの交換をねしてうっかり俺が前歯を渡しかけて <laughs> あっちがあれ飴じゃあぐらいで僕がその彼女のお胸をギュッとこう,そう、ね。そう <laughs> はい強めにアイブして「うん」っていう「うん」ってなってる間に、ま、あの前歯を取り戻して雨を送り出すっていうね <laughs> めっちゃ面白いですけどねえー、またじゃあ募金ライブするしかないいや,いやだからあの歯はあるからちょっと、あのー、つけりゃ大丈夫なのよはいはいだちょっと今時間がなかなかなくてなるほど、ね、いけてなくてねあと多分ね痩せたのかな歯茎が。 墓の形か<う>なんかわかんないけど、うん、こんなカパカパ取れないよね普通え何な何何か悪いやつでも吸ったりしてんの, <laughs> の歯が溶けたりするみたいな <laughs> お前そんな普通に怖いこと言うなよ <laughs> 怖いよ俺そんなのが一番 <laughs> いやだから疲れてるんだよ忙しすぎてちょっとやっぱ細くなっていってるんだと思いますよ、うん、だか大ちゃんもさちょうどさ、うん、あの歯がさしょんべんの色と全く一緒だからさ一緒に歯医者行こうよいや誰がやねん ハションベンでしょあのんだから毎年ねうちの父ちゃんに「あの誕生日プレゼント何がいい?」って言って「何、うん、か送るよ」って言って言ったら「うん、あお前そんなんいいからお前あのホワイトニング行け」っつって「お前歯が汚すぎる」ってめっちゃ親にも言われてんだろ、うん、やっぱテレビで見るとすごい爽やかだから歯がほんと正面の色だとなんかブレんだよな、うん、じゃ一緒に行こう <laughs> 歯医者行こう <laughs> 素直ですねはいということで今日も始めていきましょう すがちゃんだいちゃんののぼり気味どうもパーティーちゃんの真ん中の赤男すがちゃん最高ナンバーワンですどうもチャンピオンズの指ごゴッエンターダイちゃんですポッドキャストのオリジナルコンテンツすがちゃんだいちゃんののぼり気味第70回目始まりましたこの番組はパーティーちゃんのすがちゃん最高ナンバーワンと <laughs> チャンピオンズの大ちゃんによる番組ですすがちゃんなんですかすがちゃんってなんかいいじゃんもうすがちゃんですごいんだから君は <laughs> お前の噛んだ方に寄せていかないといけないのねえ かわいらしいですね。でしょはい。さあ、今日はあの、配信のどこかでね、とってもあの、ハッピーなお知らせを。えぇ、嬉しい何プレゼントいやーん違う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 。あの、勝手に走ってくのやめてください。ごめんなさい。ちょっとあのね、今日僕、今、夜ですけど、お昼にちょっとあの、ご飯をめっちゃ食べる仕事してきまして、頭がボーってしております。いや、ごめんなさい。いつもとあまり変わりないですよ。え嘘嘘嘘なんなら今の方が素敵ですよ。いつもより。よかなた。このぐらいがいいんですね。ちょうどいいです。私の方が。 はい。ということで、前回、シャープ69。69? おい。あんまり言うね、69って。って<で>、言<は>えってガタピンに言われました。よかった。お前の意思じゃないんだね。はい。あいつり人形だったんだ。はい。だって、プロは言わないもん、そんなこと言わなで69って。はい。えー、前回は、褒め会ということでね。うんうん えー、これはもう裏の話になるんですけども、はい、我々がしてはいけない告知を大量にして編集がめちゃくちゃ大変だったと<ー>ガタピーに注意されまして、ね、いつやったら俺はそういうとこちゃんとできんのちゃんとできんだろうな,な,ん,かなんかさガタピーってやっぱさそのいいつも下ネタしか言ってないけどさ、うん、こういうとこはやっぱねちゃんとしてんだよねその当たり前だよね <laughs> こ,のラこの放送回でさ<俺><れ> <laughs> とんでもないな何年20年ぐらいキャリアあるんですか俺 ガタピーってさ人格が何個かあんのかなって最近思ってそのあのさあのさ卑わいなさツイートをよくされてるじゃんポスとか自分のね X でと思ったらさんか急にインスタでさ学校が娘の学校が学級閉鎖になった今から緊急保護者会行ってきますとかさ学級崩壊したんで保護者会行ってきます親としての一面とかすごいよね 挙手して発言してきたなんて。あ、そう前のめりなんですよ。意外とそういう <laughs> ちゃんとしてるんだよね。ここねうそうでも褒め会ね、いろいろ褒めていきました。ちょっと僕最近やっぱこの昨日ちょうどねこの収録日の前の日が FNS あの二十七時間テレビ。うん、はい。あねちょっと感動しましたねやっぱり。あ,あのー、新しい鍵チームの新しい鍵チームのえー、日本一楽しいえー、学園祭みたいなねダンスのとこですか。ダンスの最後のところ。うん なんかこうね、花子さんってやっぱすごいななんか、花子さんも、本当スターになったね。かしかもなんかさ、やっぱ霜降りさんとさ、チョコプラさんってやっぱもう、なんていうの、芸人としてもさ、なんつうネタも、なんつうの、 才能もも人人間力ななんか芸人って感じじがするじゃないですか、うん、でも花子さんってこうやっぱコント師の方でさちょっとやっぱネタの職人みたいな、ね、そうイメージだっただらどういう出方とかされるのかなみたいな俺ねマジダンス見てお三人の、うん、これ学生とね一緒に学生の高校の地ダンスチームに入って踊るんだけどなんか一人ずつチームをね組んでねダンス発表が練習量すごすぎてで完璧に踊ってて、うん、で俺特にさ秋山さん <の S 2> なんかダンスも、うんうん、やっぱ多分バズってんじゃないかな。で、いや、めっちゃバズってる曲で。そうもちろん岡,山あ岡部さんもあ、菊田さんのダンスももちろんすごかった、ねうん、岡部さんで、トップバッターですごい大変だったんだよ岡部さんは。あの、めっちゃで、トップバッターってやっぱさ、うん、こう点数の基準もあったり難しいとこもある中、うん、もう最高に盛り上げてみたいな感じだったんだけど、うんうん、その、やっぱ秋山さんのダンスが、あのね、うますぎて。あれなんかね、あの、僕、結構、ダンスに精通してる人に聞いたんですけど、うん まあちょっとごめんなさいみんなはもう8月1日だからだいぶ温度差あるしごめんなさいちょっと我々ちょっと翌日でねはいはいあのあそこの秋山さんがコラボした高校のダンスチームってマジでダンス超むずいらしくて経験者でも1ヶ月毎日練習しないと難しいぐらいだし練習でもそのダンスの内容ハードすぎて酸素とか練習終わりに吸ってみんなもう立ってらんないぐらい大変な。 それぐらいの踊りハードで有名なんだってうん、うん、でダンス未経験者が3か月であれ覚えるの不可能なんだってうん、うん、でしかも最後の秋山さんの一人でのなんか足上げのなんか上げるやつねあれね練習で一回も成功しなかったみたいな本番、ね、もう完璧そうでさで秋山さんが一人のパートをやる前にさちっちゃくさ口でお願いしますってそうもうねあれであそこもう泣いちゃうねれのよ めっちゃ泣いたの。まず岡部さんでまず泣いてたんだけど。う<ー>わ、すっごいいいと。<ー>もう最高。う、まあ、やっぱこれでもこの芸人って、いろいろ夢を与えたり、この、なんかこのおっさんになっても、青春に、あったつ、青春に携われるんだと。<ー>すごいなと思った時に、その、やっぱ秋山さんも、その、 んていうかその学生たちの青春を潰してはいけないじゃないけど自分の本気に取り込まないといけない。い、ごめんなさい。現場にいた人の温度だからあなた、え、いや、俺も踊ってどこで、どこで見られてたんですか自宅。自宅ですよね。はい。ちょっとこもりすぎです、熱いつが。すいません、すません。泣いちゃって、本当に。あと、ま、ああのさ、やっぱ、一生懸命頑張ってる人見ると、さ、涙がこう、こぼれ落ちるじゃない。でも、俺、秋山さん、もう一個、なんかもう、見た目が少年すぎて、なんか、自分の子供頑張ってるみたいな。 <と>そ<う>俺、同い年で、芸歴先輩だから、あれなんだけど、なんかわかんないけど、10歳ぐらいの子頑張ってるみたいな。ね、別のあれもね。いや、そう。なんかね、もうかっこいい。あの、なんかね、その努力で見せる人っていう見せ方あるんだって思いましたね、うん、その。いや、そうね。すっごい、あもうマジ頑張ったんだなっていうのが伝って、最後の、バーンと終わった時の、秋山さんの笑顔が素敵すぎて。うん、最高だったね、あれね。最高でしたねちょっとみんなは、 ティーーバまだあるかなわかんないけどでもあったねちゃんも俺見たいよ俺もいやだから僕感化されましたあ僕ってこうなんつうのやっぱ大喜利とかもできますけどできませんよできませんよ全くほら全くできませんそうはい一本とかじゃないしばらくもう僕も大ちゃんもしばらくザを呼ばれてませんからあれバレてますからいやなんですけどやっぱこういろんな形があるなと思ってでやっぱこれしたいな ちょっとやっぱ、土佐兄弟さんに感じるものの最上級を、あの、さ、3組がやってたな、みたいな。花子さん、チョコプラさんと、下堀さんが、土佐兄弟さんが青春文化祭でやったり、学生さんとか行くやってる、もうマックステレビすげえなっていう、テレビ。これ、やりたいなって思いましたね。俺も最後踊って、ガーンってやりたい。だからその時は歯、その時まで歯を白くして。そうね。そう。せっかく頑張っても、歯がしょんべんのりしたらもう台無しですから。<laughs> ファション,ベンのこと誰もてる誰がハション面ですかハションべべみたいな言うなよ。言ってねえくっそ言ってるゃな俺もなんか言えたのに。マジで言ってねえからな。まあ、うん、ちょっとその流れでまあ僕『二十七時間テレビ』ちょっと携わらしていただきましたけま,まずは粗品ゲーム。粗品ゲーム見ましたよ。これはもうね打ち合わせの段階からもう芸人間で波紋を呼んでましてやべやべくねえかみたいな。うん、であの僕あの事務所ごとにチームに分かれて粗品さん考案の、はい。 まあちょっとこう尖ったクイズに対して,、うん、答,えて答えていくから、うん、だから「やべえ人の悪口はねないといけないのかな」とか「うん、これやばいんじゃない?」みたいな、うん、で僕のチーム渡辺チームがサンシャイン池崎さんと僕と、うん、バットナイス,スネ田さんに参加して、はいわあ「なんか人の悪口とか言っ炎上するの怖えや」と思ったら、うん、あの普通にあの僕と池崎さんであの「滑ってちょっとたたかれる」っていう<の> <laughs> シンプル滑りで、はい、あ,のあれ。<laughs> 僕生で見てたんですよはい、マジで滑ってましたベーグルったでしょであの滑ってはないですよあなんか僕は芸人なんで分かるんですよあ難しいしチャレンジして多分やってんだろうなと思ったんですけどあの粗品さんに普通に「じゃおもんないからマジやめて」ってこう、はい、ちゃんとあのエフェクトの音があるんですよいろいろだから「おもろい」とか「うん、おもんない」とかいろいろあるんですけど、うん、我々のチームとか唯一「おもんない」が流れて <laughs> で「あほんまにいらんから」って 何したかというとそのねえっ、ー、となんかえっと質問が例えば、えー、粗品さんの「一人賛否」っていう,うー YouTube でも人気コンテンツをね例えば、うん、えー ザコシショさん芸人のここで,で全芸人がみんな好きなザコシショウさん「ただーっつってザコシショウさんの嫌なこと言うみたいな、うん、ってのがあった時に、えー、と池崎さんが一発目にそ、まあ、誰か忘れたけど誰かのそういうので「タダ」っつって「はたようくさんのね,ね」なんとかですからっていうノリでやって結構受けて、うん受けね、で面白いってなって、うん、で。 池崎さんがその次の人の次に「ちょっとさこれあのね流れもあるから俺クールポコさん行こうと思うんだよね」みたいな「だあの鳥羽一郎」って「もうどこは黙って」って「鳥羽一郎」ってあのやるからさちょっとじゃあ「すがちゃん温度取ってもらえない?」みたいな「あ,<ー>あのせんちゃんさんのポジションやってよ」って言われて「いやまあ分かりました」つって、えー、じゃあ早押しでピンポンって押して池崎さんが「で 1一発目の「はたよさん」の時は一応その人の「ただ」でちょっとこうまあ悪く言うような内容を含めた「はたよさんのネタのパッケージやるのに関係なくただただクールポコさんやり始めたのね、うん、池崎さんがだからで俺が、あのー「男は黙って」って「せんちゃんさん相図地必要じゃん」うんうん、俺あれ言う時にそのクールポコさん始めた段階でスタジオがありえない空気になったのね で俺がそこで参加することによって俺も滑りの宝珠が罪に問われてしまうけど俺はそこで池崎さんを裏切るわけにはいかないってすごい葛藤があったからだから俺ちょっと遅かったの今でもいやここで俺は先輩を捨てるわけにはいかないと思って、うん、せんちゃんさん満勤でやってとんでもなく滑って、うんえー、粗品さんにも「もうおもんない」ってやられてでその後がもう池崎さんちょっともう声が普通にちっちゃくなりちゃったし <laughs> <私>。<laughs> その段階でまあ生放送2時間は残ってたから、はい、やんときだから痺れたね。いや、だからあの、菅ちゃんは、なんとか、でも自分を捨てないと思ってたでしょ。うん、俺はそれを伝ったのよ。あ、多分、行ったと思って。うん、多分、でもこれ、でもさっきの流れもあるし、行、うん、ったやりきれとっ,って、菅ちゃんの気持ちもすげえ分かったの。うん、あの、言ってる段階で。うん、めっちゃ声ちっちゃかった。ちっちゃかったね。男は黙ってって。<laughs> <laughs> ダメだね。あれも満勤でやんなきかね。地獄に落ちる分かっててもさ。 もし行くならねっていうでもあれ難しいなって思いましたよすごいなって思ったいやーなかなかでもまあ生放送でね,ね生放送で攻めるってねすごいな良かったですよまあちょっとどこまで言っていいかわかんないけどもうねこれは言っちゃいけないよみたいなあのこれもだからネ,ネットニュースにさせようっていう企画ですからえうんだから粗品さんも結構 これは本当はダメですよっていうラインもバンバンこう言ってたりとかしてこうなんつうんだろうなんかコンプラというかどんだけテレビのあれぶち壊すぞっていう感じのバトルで、はい、まああんまもう言えないですけどとんでもないとんでもない発言もたくさん出まして、えー、あのすごかったです現場、まあ、とにかく。見てるこっちは なんかしびれましたよあのー、昔のテレビじゃないですけどそのヒヤヒヤ感がすごいありました、うん、見ててなんかうわーって思いましたね、うん、でみんなだからそルールのギリギリのラインでやってる中、えー、と僕と雪崎さんだけあと真ん中で滑って <laughs> 発言の内容というよりそのやってる行為<っ>あの流れが違うたた <laughs> つまんないっい,、ね、いやでもねかっこよかったですかっこよかったですまあまあっていうのもある。逃走中も出てましたしね逃走中はあのね 過去最大級に僕へのイケメンの声がもうすごいモテまくりハゲてんのにちょっと嘘でしょほ,ほ<俺>頬骨爆弾ハゲクソ歯抜けがちょっとお前すごい粗品ゲーム悪口じゃんお前粗品 <laughs> ゲームでもそこまで言ってねえよ <laughs> いい加減しろお前 いやだってあれですよほら、うん、あの台本にも書いてますけど「さくらんぼテレビ」代表として闘争中出ましたが、うん、ガタピーの部下の女性社員もかっこよかったと大興奮と言ってたんですねちょっとそんな,にもない不用意な発言が僕の耳に、えー、ガタピーから届いたので、うん、割愛しますけども、はい、これえごめんなさい僕まだ見れてなくてあちゃんと菅ちゃんのところまで、うん、ふなんかミッションで助けたとかそんなえとまず、えー、最初のミッションを僕がクリアしまして。うん でその次に、えー、と再び、えー、とそのミッションをクリアしたら一、えー、人復活させれるっていう,うでだいぶ後半で結構いろんな主要人物がもう捕まっちゃってて僕がそのミッションをクリアして、うんえー、俺に入っててその段階でメインの MC のカギチーム全員捕まっててで僕が粗、えー、品さんおその復活劇はツガちゃんなんだでまあちょっと,、えー、とやっぱ放送上ギュッとされてたけど結構粗品さんと僕でこうドラマ そこで作ったのよ、うん、あのよあ粗品さんと今、えー、若手のリーダー筆頭ですよね粗品さんと、うん、この逃走中で逃げ切った方が、えー、次世代のお笑いの、えー、リーダー、うん、っていうことでいいですかみたいな、うん、で粗品さん「おもろいやん」と「うん、俺もお前出てきた時生きのえ突ツッコミ出てきたなと思ってワクワクしたんやつ」ああじゃあやりましょうやつでバッと握手して始まった瞬間に、えー、粗品さんが、えー、自首しました。<laughs> 俺もう本当にびっくりして本当にやっぱ化け物だねあの人すごいよやっぱりいやあそんなドラマがあったんですねお仕置きもお仕置きであの人は本当俺とのどうすんのよ次世代リーダー対決でそれを一応放送中だとあの田中さんがえとスタジオで生で見ながらワイプに映ってるみたいな感じなんだけどまあ俺がまあどっちが次世代ナンバーワン あのリーダーか決めますわみたいな、うん、言ってる時にワイプの田中さんだからメインが逃走中のことだから聞こえないかぐらい「あねちゃんそんなこともっと実力頑張んないと」っていうの聞こえたからそれだから「おいそんなこと言うな田中さんと」と <laughs> 同じ事務所の「菅ちゃんもっとこれ頑張んないなん実際のリーダーと」ったのに「だよもう」えそんな中私の相棒はどうでした大崎さんはいやだから大崎さんが 大崎さんはだから <laughs> あの甲本さんんと行きが一緒だったんですよね、はいはい、僕と甲本さんと大崎さんが、えー、と喫煙車両がその3人だけでっかいロケバスに俺らその3人だけで移動してる時、はい、結構甲本さんが打ち合わせでいやちょっとやっぱ想像中やっぱガチだからやっぱこうやってしたらこうやって,、うん、やってしたらこうやって甲本さん結構出てるからアドバイスしてくれて。うんうん であなるほどねと思いながら僕はコウモ本さんアドバイス聞きながらじゃあちょっと独自のルートで行って、ね、コウモスさんと尾崎さん結局あの2人でじゃあお互い連絡取り合っつってなんか電話しながらお互いでなんか喧嘩してじゃあもうあの喧嘩の途中で捕まるって最悪な <laughs> <laughs> バカ2人 <laughs> 2> ちょっといやせっかくね尾崎さんもねあれだったのいやでも尾崎さんも望ん,んでいってたの僕知ってたんで。うん 肩を落としててね帰ってきたら <laughs> 結構序盤にね捕まっちゃったからね、うん、いやでもすごいじゃないですかこれは登り気味メンバーの菅ちゃんがそして私の相棒も出てますし、うん、この逃走中ですよいやそうよ、ね、27時間テレビのすごいことよすっごいですよもうびっくりしましたでまあちょっとあの本めのね流れた藤森さんとのねコラボあ僕ねはいはい、はい、あ,あの浅草東洋館はいでどうだったのよもうこの話っていいっすかもう藤森さんとの話、うん、もうね やっぱりスターですねなんか俺画像かなんか見たんだけどすごいやっぱ花がすごいしでねやっぱね袖からいってめっちゃ緊張されててで東洋館ほんと浅草も初めだから裸足で出るのも知らなかったその東洋館って靴履かないあそうね舞台上そうそうそうそれも知らなくてあそうなんだとか言いながらね来てでみんな揃っておぼんこぼん師うとかナイスさんとかもいる中でとうとう僕らの出番来てでお客さんがまずねもう。 おぼん・こぼん師匠とかナイツさんとか、まあ、藤森さんも出るし、うん、まあもう超満員でうん、うん、立ち見だって、えーうん、で俺らがその後半のトップバッター出て「今日は帰ります」ってすっごい盛り上がってかくて<ん>で藤森さんの番出てまず一人でまあ花輪さん出られてから漫談をしてたの一、えー、人でね<う>それこそ織田地さんの話といろいろ漫談をしてうもうその背中かっこよくて<う>で劇場が8年ぶりだって言って。 あ8年ぶりだ藤森さんめっちゃ緊張されて顔真っ白になってる<ー>いやでも出たら、ね、ネタやってないからそうかやっぱ出たらやっぱスーパースターがもうパーンって明るいっていうかもうみんなもうわーって聞き入るし<ー>と思ってじゃあ「チャンピオンズ」っつって,言って漫談した後に僕ら呼んでコラボネタやったんですけど「<ー>藤森さん頑張りましょう!」って背中叩いたらもうあのねもうね何だろうね もう48度の熱があるぐらい熱かったあ。背中アチアチだ。<laughs> で、脱いだらも汗びっしょびしょで。<ー>で、それがまたかっこよかった。<ー>なんかちょっとスマートなイメージあるじゃないですか。<ー>その、おしゃれでね。びっちょびしょになりながら、で、僕らとのコラボネタも満金で、で、完璧にノーミス。さすがスターですね、うん。俺でももうスター。もう間違えないし、で、汗かきながらやってもかっこよかったし。 で僕。そんな超練習できたわけじゃないでしょそう、ほんとね。1、2回ぐらい練習して。えっ、ー、と、チョンってすんなよの藤森さん融合バージョンですか ?8 歳年上の先輩っていうやつやりながら。<ー>と思ってた途中から、えー、えー、ブユーチョン、ブユーチョン、ブユーチョン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 、レッツゴーって、ブユーデンとチョンってすなよ。これを融合させたやつをやって、えー、俺ね。意味はないけれどってところも。むしゃくしゃしたから。あれ歌った一緒に歌いました。やばいいいなやばいでしょ。 俺、隣の男をちょんってする、シャキーン、大ちゃんかっこいい、ぺけぽんまで,んでうあ俺、普通にあれ、あそこのパート、曲として好きだからね。はい <laughs> そうそう、それでぺけぽんってやった瞬間、うわーってなって、あの、これね、あのー、リズムでたって、うん、通常のネタの何倍も緊張するじゃない失敗できないからね。そう。完璧だったんだ。とか、もう2回目の練習の時に、もう全部入ってた。 藤森さんやっぱねスターってねん改めてねもう同じ俺もチャラ男の系譜でやっててさ<ー>藤森さん憧れてるけど今改めて差を感じたわ俺なんかさ「ああの有吉の壁」とかでさ、うん、ガチで歌って踊ってみたいな企画があるんですよ。本番でね大体、まあ、2回出させてもらったんだけど。うん 大体ささっきの秋山さん足もつながるけどさ練習じゃできなかったところが本番で大成功してみたいな藤森さんまさにそうじゃもノーミスでクリアして成功させてみたいな俺なんか本番になったら練習でできたところ見捨てるからねで練習でできないところももちろんできないしっていうその辺も器の違いかいやいやそれスタートやっぱ決めてきプの差が 決めてくるから。本当に決めてくるよね。決めてくるですからね、やっぱね、スターっていう、もうね。<laughs> もうね、影響されましたね、やっぱ。で、こうなりたいなと思ったし、で、そんだけ盛り上がった後って。うん、正直、漫才なんかやりづらいじゃないですか。だって、初めてで、ゲストで来て、藤森さんがさ、うん、バーって盛り上がって、藤森さん、お客さんばっかりですよ。うん、あ、お客さんばっかりじゃないけど、うん、まあ、漫才協会で藤森さんのファンも,もちろんいる中で、うん、もう今日はそれを見に来たみたいな人も多い。うん、バーって、どうした、終わった。わっわっわっ で最後大鳥ナイツさん、うん、15分漫才爆笑,笑普通にすごいよねナイツさんやっぱすごいわ、ね、関係ないもんね関係ねえめっちゃかっこいい、うん、うわねそんな中そうやっていろんなね藤ジスタートの共演藤森さんとやってナイツがバンと締めた中でお前の歯の色はどんな感じだったの、うん、えっしょんべんでしたもう最悪で歯 <laughs> しょんべん歯しょんべんしか俺も入ってこないなんで もういいじゃん、ペケポンって言った時のハションベンしか聞こえませんから。ハションベ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 えベンんンベ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 んベン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 だンベ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  まあちょっとね、あの、そんな、はしょんべん大ちゃんにですね、うん、ちょっと、古くからのリスナーからのお便り届いておりまして、のぼり団ネーム、リンゴパイパイはい。すが、えー、ちゃん、大ちゃん、ガタピーさん、のぼにちは。のぼにちは。すが、えー、ちゃんやガタピーさんはもちろん、他ののぼり団の皆さんも気づいているかもしれませんが、あえてメールさせていただきます。すが、うんえー、ちゃんがポンコツなのは、キャラ作りも含めて、今や日本国民のほとんどが知っていると思いますが、 上り気味を聞いていると大ちゃんも相当変だなと思うことがありますとあれ？<laughs> はい、えー。近い回ですとこれも具体的に来てます、うんえー、シャープ67の時に大ちゃんがおばあちゃんに逆にお小遣いをあげるという感動のエピソードの中菅、うん、ちゃんが、えー、おばあちゃんそれ嫌がらないと聞いたら大ちゃんが喜んでいるよ年取ると小煩悩になるからと言っていました おそらく大ちゃんは、年を取ると、子供帰りする、子供に戻るという表現をしたかったのかと思いますが、うん、小本能は、人並み以上に自分の子供を可愛がるということ、えー、使う単語は全然違うんじゃないかなと思いました。うんえー、同じ回ではメールテーマの、登りたいこと、駆け上がりたいことに関しても、あまり理解をしていなかったみたいで、聞いてるこちらがドキドキしました。<laughs> このメールテーマの、この登りたいこと、駆け上がりたいことが全く理解できないという、異常な、あれ、異常な5分 ぐらいでしたよね一回俺とガタピーもなんか怖くなりましたもんね。聞いてて,いて,てはいガタピー。ー 酒飲んだ後に <laughs> 悪<い>。<laughs> あれ聞きながら酒飲んだら悪いおいしちゃって。意味わかんない。何が、何がわかんないのかわかんなかったですもんね。<laughs> はい。えー、など、えー、そして、まだあります。うん、えー、とさ兄弟の結城さんの会まあ、ゆくんが、ね、我々の兄貴ゲスト、はいえー、兄貴がゲストで来てくれた時に、え、後輩との付き合い方がやばい人などもわかり、やはり大ちゃんも、菅ちゃんに負けず劣らずポンコツなのではと思っていますし、他のが会でも、 あれ大ちゃん今のとなることもありますすが、えー、ちゃん型 P 真相を教えてくださいちなみにこのプラス四段ですね <laughs> すごいか <laughs> すげえちょっと誰ですかすごい顔してえない涙は出てないのにだ泣いてるようなすごい悲しそうな顔すごい悲しそうな顔してるうん、うん、まあ呼んでみ呼んでみちょっとからもねこの流れでねちょっとはい ああも,うたもう数々ある中の一個ちょっと抜粋した回の。うんえー、まあワンファイブがね、えー、僕が一緒に番組やってる、えー、アーティストさんワンファイブが来た2回目の、えー、グミさんがツアーの思い出で、えー、しょうもないんですがで、えー、とこなめが「常めって読むというエピソードで、うん、大ちゃんがしょうもないっていうから、えー、物とかのことを言ったらどうしようかと心配した。 とか偉そうなことを言ってたけどあの回でカットしたの、えー、大ちゃんだけでした <laughs> <laughs> 大ちゃんだけカットあいやいやというねちょっとリンゴパイパイからの、うん、まあまあ心配の声というか、はい、ま,あまあまあ僕はもうあなたとも10年の付き合いでもねのずいまであなたがずっと言ってるでしょあんた変だ変だと俺ね変じゃねえからなんだ全員あらなんだ全員 一回謝る、ごめんなさい。<laughs> いや、で謝ることじゃないですよ。いやいや、違う違う、あのね、僕ね、やっぱね、このね、うん、よくないんですけど。うん、こうね、やっぱ、こう、なんつの、先のことばっか考えちゃう人なんですよね。うん、ほわかる。もちろん聞きましょう。話を,話をこう聞いてる時に。例えば、うん、えっと、夏にこういうことがあったんだよねって話した時に、普通みんな聞くじゃないですか。うんうん、ああ、はー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 って、あえー、そんなことがあったんだって聞くじゃないですか。うんうん、夏、こういうことがあったんだよねって言われた瞬間に。うん、自分の夏のエピソード、まず頭が巡るんですよ。 <laughs> これを話そう,これ,話そうこれを話そうって。ってなってるうちに話を聞いててこれを話すって自分の中に頭になっちゃってるから、うん、なんかもう最初から伝えてるかのごとくその手前の話をやらず抜粋していきなりその3つ目ぐらいの話をしちゃうから訳、うん、わ,わかんなくなるっていうのはよく言われます。<laughs> <laughs> あーえっとただ,ただす,すみません集中力が。<laughs> うん あの、なんでそんな感じ、こいつ。こいつ、なんか、こういういじりするとありえないぐらい悲しい顔すんだよ。<laughs> やめてよ、お前。えー、いや、別に、リンゴパイパイも責めてるわけじゃないよ。ダメって言ってんじゃなくて、そういう一面もあって、そっから可愛げですから。ありがとうございます。だ自覚もね、ちょっと持ちながらね。はい、もうだってラジオも何回目ですか、これもう。70回目です。七十回目です。はかり気味から言ったらもう何回やっていいですか、もう。三3年ぐらいやってますよ。やってますよ。で、これ <laughs> いや、そうですよ。<laughs> っていうのもちょっとこれねあの仲いい先輩に詳しくね話もちょっとだから違う角度でも話聞いてみたいなということで、うんはい、ちょっとあの嬉しい発表と言いましたけどもちょっとこの流れで言わせてください、はい、次回8月8日木曜日18時から、えー、配信される「菅ちゃん大ちゃんのぼり気味シャープ71に」に、うん、三四郎の相田修二さん遊びに来てくれますよっしゃ <laughs> 年間の こんなね大ちゃん変のフりであれですけどもこれはねあのすちゃんとガタピー申し訳ないですがどリンゴパイパイごめん上り団のみんなごめんね、うん、間には俺を優しく包んでくれるから知ってるでしょ間<ー>相田さんなんかもう一番僕のこと優しく包んでくれるから、うん、そんな言っても意味ないよいやだから別にら攻めようとかじゃないですよちょ包んでるってことは理解して包んでるってことだから <laughs> 大ちゃんがこう変だなっていうねところは間さんからもちょっと話聞きつつ、うん、ああ あちょガタピーからはい多分大ちゃんはいはいはいああそうですもう今ガタピーからえー、相田さんに対しての大ちゃんちょっと違うとか、うん、変だなっていうのがベクトル違うんだろうなうん確かにああ確か相田さんはその大ちゃんたちもちろん変なこと言わないし変なと思ってないかもしれないけど大ちゃんがねそのなんかその 相田さんへの感じがなんかもしかしたらそのもう全部含めて変というか可能性はもちろんあるからまあいやまあいやまあいやまあまあ来てみたらわかるんじゃないですかいや、うん、まあでもねこれそうなんだよないや俺何回かね大ちゃん相田さんペア、はい、一緒飲んだりとかあるけど相田、はい、さんも大ちゃんといると変だからな菅 <laughs> ちゃんを置き去りにするからねうん本当に高速で意味のないことをお互い言い合う <laughs> いやでも本当ね、あのー、僕は相田さん大好きで、うん、でやっぱこのラジオスターじゃないですか、うん、もちろん、ね、もちろんテレビでも大活躍ですけど、うん、そのやっぱラジオといえば、うん、三四郎さんの「オールナイトニッポン」もうだって何年やってますかもう10年ぐらいやってるんじゃないですか,ですかその間田さんが来てくれるっていうねちょっとねかかってます、ね、ちょっと僕まあ大ちゃんが一応声かけてくれてねああそうなんですよもうめも元でお忙しい中ういうだ,けだけどそうなんですよい,いやいやでも本当これでちょっとあのー 僕も嬉しいです。間に位が来てくれることによって、やっぱ僕じゃなくて、菅ちゃんガタピーがおかしいんじゃないかっていうことになる可能性もありますからね。いやース、間の審判で。うどうも分かんない。間さんでも本当、いろんな顔があるからわ <laughs> 分かんないんだよな。だから、どの間さんが来るかお楽しみにということで <laughs> いや、でも本当、最高っすね。ちょっと、なんかやっとこう、先輩芸人といいますか、あの、だいぶ上の先輩。 その土佐さんとかちょっと近い先輩は来られてましたけどそうですね。他事務所が初めてかそうですね確かに他事務所の先輩初ということでまあまあちょっとその辺も含め前田さんとお話できたらなと思いますよっしゃさあちょっとまだまだメール来てますので続きましてこれまあいっか上りだネームだいちゃんと面白いですねありがとう好きだよいつもガタピーガタピーこんばんは <laughs> もう片ピーのみにですからえ、えー、上り気味を聞くようになってから日常で素数を見つけるとちょっと嬉しい気持ちになります我々あ,<れ>あ,あ,あ,あるんですねこの素数の下りがねシャープなんぼって素数になるとこれは素数ですっていうね先日セミは7年だけでなく13年周期の種類がいることを知りました、うん、そう素数なんです今まで何とも思ってませんでしたが今年はセミを見るたびに素数が鳴いてると思うのかもしれません ちゃん大ちゃんの最近見つけた素数は何ですか?」だか「ねえんだ」って目覚ましてくれ何言ってんだよ僕が最近見た素数はですねえあんだお前何のえないでしょいやあるよあっち側行くな素数は今だって僕こんなにもう3年近くこれ一番初期の下りですよガタピーが素数下りっていう今こんだけ3年近くやってファンがあなたのお父さんと大ちゃんって面白い2人だけですから <laughs> 早くやめましょうよこれ僕でもちょうどこの前あのにあんのあれも素数ですよねで13でしょまあ13も素数も素数ですよねでしょちょうどこの前あのスガちゃんが出てる県民賞秘密の県民賞見ててスガちゃんが失敗した数を数えてたら13でしたんじゃっ県民賞ってどうやって失敗するんだあ素数だって思っていい加減にしろ俺13回も失敗しちゃうの失敗にしてくれでもあの出方上手だったねこの人の県民賞ね僕家で奥さんと拍手しましたよ すね、たまいや見てってねごめんね褒めがまた戻ってきたけど、うん、やあの出方あのまちゃみさんとの絡み最高いい,い,いよかったねまあねあんまり僕どうですか菅ちゃんは嫌ですっていうふりで、うん、あの横にいた俳優の、ね、役者さん、ね、役者の方に「どうですか?」って「行く」って言ってね、うんうん、振りついやー上手だったら、ね」で先輩を立ててね、うん、自分が「ね、いやー上手でした」。 でも、その点で失敗なんかあったの ?13。ふざけんじゃねえのそんなふざけんじゃねえよ。少なく見積もってねどうなってんだよ、俺は一体。本当に。いや、いいです。もう僕は素数アンチでやってますから。まあまあ、大ちゃんって面白いですね、さんも。あんまり素数に近寄りすぎないようにしてください。素数冷たいんだよね、すがちゃん。変わったな。許さないですから。いや、最初からです、これは。唯一逆に変わってないとこです。続いて、なんと、初めてメールを送ってくれる方です。ラジオネーム、鳥取市。最高ナンバーワンさん、大ちゃん。 どこ切り取ってんだ、ええー、初めまして、数ヶ月前から上り気味のリスナーになりました。お<ー>鳥取氏と申します。うん、ああ、初めまして。して早速ですが、質問があります。うん、僕はお二人の声がすごく好きです。おお、まじか。えー、他のラジオでいい寄せなくとも。あ、ごめ、うんなさい。クリスペプラさんみたいなね。うん、えー、他のラジオで最高ナンバーワンさんは、喋り始めに。え舌、ー、打ちをする癖があると指摘されていましたが。僕はそれが好きで、かっこいいと思います。 <laughs> ちなみに、えー、ガタピー枠あれは音の世界だと最悪です、はい、最悪です、えー、大ちゃんも元気がもらえる声質をしていて大好きですありがとうございます、えー、そんな二人は自分以外でこの人の声好きだなと思う芸能人はいますかうわー、えー、暑い日が続きますから熱中症には気をつけてください本日もご安全にと、うん、あー声が好きな人声が好きはでもあるよなこれちょっといい声とかっていうジャンルじゃないけど、うん、まあ前よりかの中谷さんの声 あ,ーあの高い「ええっ?」ていう、うん、あのあれ<い>そう高いあと人の間ちゅってる時のあのあいつ「えって?うん」そて自分の悪口言われて「<え>あれ?」そて出ないけど。うん やっぱね、面白いね。確かに。あ、でもそれだた笑っちゃうね。僕も近いかもしれないです。誰僕はあの、吉田美和さん。全然。いや、そういうこと、ごめんなさい、ごめんなさい。僕、前よりかの中谷さんの。僕、ドリカムの吉田美和さん。全然違う。並べるな。本当とに。大、もう先輩です。中谷さんガタピー笑いすぎじゃん。全然、すごい今。<laughs> ほんと、許さないぞ。でも顔、身を乗り出して許さないぞって <laughs> でも間違ってないでしょ、別に、その。 いい声でしかいやいやいや地声もなんかね <laughs> まあこれは究極なんですけど吉田美和さんとかはその、うん、ちょっと <coughs> ハスキーな色気のある声好きなんですよ僕ああなるほど、ね、ちょっとなんかこうかすれてるような声っていうかそうだっけ吉田美和さんのね喋り声なんかちょっとさハスキー す高音っていうかさ<ー>う渋い色気のある声してね <laughs> やっぱもうもちろんの吉,田吉田美和さんの,その歌声じゃなくて喋り声の方にフォーカスしゃ喋りも好きよだいぶ珍しいけどねああ吉田美和さん、ね、いい声でもラジオで言ったら芸人さんででもよくあるようですよねそのツッコミの声がいいとかトーンがいいとかあとね俺あの有吉さんのえー、そのラジオサンドリーで、うん 結構有吉さん歌うのよ。うん。その時の有吉さんの中ね、普通に歌声好きだね。あわかる。なんかね、ちょっとね、堂本うう強い酸味あるのよ、ね。ああ、わかる。あと、普通にめっちゃうまいっていうね。うまい。うん、昔たまになんか、アメトークとかロンハでもたまにこう歌い出す時あったんですで普通にうまいですもんね。う喋、ん、り声で、どういう声がいいとかあるんですかそのラジオ界でいい声とかあるんですかこの声がいいとか、そんなんないんですか特に。 やっぱりあ声優さんねはい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 あマイク・取りが僕ごめんはい本当直近ですけど、うん、今声優って話を聞声優さんって話を聞いて思ったのが、うん、あのこの前オハスタ出た時に木村昴さんあやっぱすげえなと思いましたねあ<ー>声が通るしなんかかっこよかったなんかもうなんつうんだろうも ステレオのもう値段が違うみたいな感じよねうん、うんうん、確かに声優さんってああでもいい声っていいですよねあとね<私>俺電話とかだと俺とデンみ、うんなからのどっち喋ってるか分かんないって言われるわ、うん、あでも分かるかもその相づとか似てるかもしれないああとかちょっと、ね、ああとか言うじゃん多分ねあのかっこつけて喋ってる時の声の色のチャンネルが一緒なのよ <laughs> かっこいいと思うものが一緒すぎて なるほどねとか言ってそうあ確かに似てるかもそうねあとはその俺はねなんか女の子となんかそういうかキしてる時にの声が好きってみんなから言われるあそうなんすかお前なんかは思えよなんかはおっしゃっちゃう最悪ガタピーが俺も俺もと最低の相づじゃあ俺もですえっ結構喋る 行為中いやーっていう。<laughs> いやだーいつ最後うん、うん、最初。<laughs> <laughs> 最初に序盤で脱ぐ時にいやすげ <laughs> えお前それどっちガチ冗談その行為をしている。いや冗談でしょ出<す>。声って出すの,その俺それが分かんないんですけどその。出すいや俺は出すというかその結構喋る俺。えどういう感じでうわあー待って な,なんでこんなに興味ないんだろうわ <laughs>、はい、<laughs> かんないうどうしてだろうなんか聞いたはもののいい今大ランキングうなぎ登りよ今あでもいい声ってでもあるかもなでも女性はやっぱりあ声が素敵とって思うとこはありますよね 女性の女性の声聞いてうわかわいいとかやっぱ思ったりするあ<ー>だからみたいにそれってやっぱ男性から見たらストライクゾーンはあ素敵だなと思う声の幅は広いじゃないですか男性よりも、うん、女性もやっぱ逆に思うんでしょうね,ね男性にいい声だな特に女子の方が言うよね声ってねそれをねもうね大広式をこう広げて大広式大風呂式を広げて <laughs> お前 新たなな日本語使う大方式ってん言ってんのがやっぱり、ね、<ー>ずっと言ってますよ声がいいって言われんねんってずっとあの人よく言うよね <laughs> 自分<で>俺さ一回も思ったことないんだけど <laughs> <laughs> めっちゃ言うよねでもあの人<う>あとなんか腹式、うん、をめっちゃもう鍛えてるから絶対声も枯れへんし、うん、あのどんな舞台でも一番奥までパーンと声届くねんって言うんだけど。うん たまに事務所ライブで大きいとこでやるでしょ全然声聞こえない。<laughs> <laughs> 声カスカスの時だるね。ね別にラジオでやるやつってそのいい声だなってなくないですか大崎さん。なんか。まあ悪くはない。<あ>悪くないんだ。聞きやすいですかすあ、えー、あ、そうなんだ。じゃやっぱあるんだ、あの人。ちょっとハスキーだしね。ああ、確かにそれはいい酒の飲みすぎじゃなくて。<laughs> もいい声,いい声なんかいっぱいちょっと聞きたかったまあちょっとでもその音に乗りやすいみたいな声はね、うん、これ,れ練習すればできるもんですかあっ、えー、生産とかね努力でええ服式か、うん、音域ね音域聞きやすい音域にこう喋り声も合わすっていう、うん、マイクに乗りやすい声はえ<ー>、うん 確かにちょっと俺なんか低くこう喋ってるからもうちょいもうちょい高い方がいいのかなはい声よりもああ言わない言わないとんでもない褒めてくれましたねガタピーが珍しい面白いねって言ってくれたびっくりしたって気をかと思ったはい続いて初めてのメールもう一発来てまあらラジオネームすがちゃん大好きあら大ちゃんって面白いですよ追いような存在が31歳男初めての投稿ですやった え、トラックドライバーをしているので、お運転中はラジオを聞いています。うんうん、三四郎の、えー、オールナイトニッポンや、銀シャリのおとぎ話、RP の DC ガレージ、ライトニングカタパルトなどを聞いていて、新しいラジオが聞きたくなり探していて、この登り気味に出会いました。やったーもともと僕がスガちゃんが大好きで、うんうん、嫁が大ちゃんが大好きで、お<ー>最高の夫婦じゃない<ー>えー、聞き始めたところ、うん、あんたら最高だよお<ー>マジで シャープ1から聞き始めて、やっと最新話までたどり着いたので、思い切って投稿してみました。うわうしいほん。 いっぱいシールを送る。すいません。今、えっ、ー、と、手で嬉しいの、えー、アルファベット C をあー表現しております。僕がよそ見をしてる、ね。あ、逆、逆、別にいいです逆、どうでもいい、ど,どうでもいいくらい。やめてください。<laughs> えー、嬉しいよ、これは。はい。えー、本当に、え菅、ー、ちゃんがツボです。一個一個のツッコミのワードセンスが面白くて聞いてたきません。えー、TVer でも出演者にパーティーちゃん、え菅、ー、ちゃんをお気に入り登録して番組もすべて見てます。う<わ>えー、中でも、ノブロック TV と脱力コストクラブは最高すぎました。うんえー、これからも も追い続けていきますラジオ投稿も覚えてもらえるように送りますのでよろしくお願いします、えー、マジで滑りまくってても面白いのは菅ちゃん唯一無二の才能だと思うので突っ走ってください駆け上がれあ、大ちゃんも好きよとああ、ごめんなさいもう一回最初から聞いていいですかなんで聞いてねえんだよいやでそのでも次の話をねららこのツッコミですか <laughs> さあ、このツッコミが好きなんですか、えー、フレーンツッコミでしたけどもね あらいや、えー、嬉しいで,す、ね、でもちょっとトラックドライバーの方にのね、ラジオ献立に入るの嬉しいですね。だからラジオをしてる冥利につきますよね。うん。いやー、嬉しいなあのーお、旦那さんがす僕好きで、えー、奥様が、えー、大ちゃん好き。うん、これね、自分で言うの、自分で言うの悔しいですけど、えー、と、お笑い界隈のファンからそれバカにされます。<laughs> この二人を夫婦揃って好きですわちょっともう一人なんか合間に入れといた方がいいかもしれない真空ェシかも好きってちょっとああ入れといた方がいいと思いますそこまで行ったらもうこっちに戻ってこれないよ <laughs> <laughs> でもそうねそうそうたる番組の中で聞いてる、まあ、確かにね <laughs> 三四郎さん銀シャリさん RP さんに入ってますからす、ね、我々のぼりまで、あ、もこ,ここぞというばかりにあの他の人の名前使って喋ってますからね おんぶに抱っこどころじゃないですから、本当に <laughs> 住民票移動させてますから。<laughs> はい、ということで、ちょっとあのステッカーをね、あの。住民票移動させてますから。いや、もうおんぶに抱っこどころじゃなくて、もうその先輩方の家にも住民票まで移動するぐらいお世話になってます。<ー>ごめんなさい。<あ>ごめんなさい。追いつかなかった。ちょっとすみません。笑いが早すぎました。<laughs> <laughs> 僕はね、早いんですよ。笑いが。はい。もうということで、ちょっと、あの、菅ちゃん大好きさん、あの。 ステッカーをねちょっとメール採用したら送るんですけれども、ちょっと郵便番号書いてなかったので、次回から郵便番号も書いておきたあのると。ああのうちはあの、カタピーという、ね、プロデューサーのワンオペでやっておりまして、はい、これから、えー、ゲストを迎えるのですが、ゲストが早く来た場合、はいえー、今の収録を中止してお出迎えするという。<laughs> そうですね そ,のそれぐらいワンオペでやっておりますので<れ>ファミリーレストランでいうとあのホールとキッチンとかあの全部一人でやってるのでピンポンもないので「<laughs> すいません」って肉声的にはいって迎えに行って <laughs> <う>レジも全部あの<う>ワンオペでやっておりますのです,すいません。すいません なのでぜひ郵便番号も書いていただけるとありがたいですいや嬉しいなさあということでたくさんのメールいただいて本当とありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、ちょこちょこ読んでいきたいと思いますので、うん、皆さんぜひメール送ってください,はいさあそしてえー、まあ改めてね次回すが、えー、ちゃん,菅ちゃん大ちゃん上り気味にうん、うん、三四郎の相田さんあしっこに来てますのでこれは楽しくなりそうですねこれはどうだろうなどの相田さんさばうーん ほんと親の敵みたいにボケる時あるから、ね、<laughs> 俺だから好きなのよ相田さんワクワクすんだよね逆に前回ちょうど先週ね違う収録でお会いした時はね一言も喋ってくれなかったとかってうのもあるからな <laughs> あ,んな,んな,あのなんですかその売れてる先輩あるあるですよねその,あのゼロに戻るそうそあるあるうそうそうそう、ね、そうあるあるそうそ<て>んそう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 そ あれ、一週間前なんかもう、裸でかで踊り合ったぐらい仲良くしなかったみたいなね。なのに、ゼロになるんですよね。ビビってるだけこっちが勝手に。いや、ビビってるだけすいや、ビビってるだけだと思いますけど。いや、これよくある、にさ、<ー>何回も言うけど、やっぱ、大悟さん、え <laughs> 初日みたいな時ない <laughs> 大悟さんって。大悟さん。3日前、あんなに遅くまで、一緒に飲んで、一緒に笑い合ったじゃないですかって。いやね<え>好きなお番の話したじゃないですかって。<laughs> 確かに、大谷翔平さんとね<え> <laughs> 大谷のすげえ話したじゃないですかって。<laughs> や,や、っぱ、あの、格がありますから。あと、やっぱ僕らみたいな、ちびっこ軍団を相手にしてるって言ったら、お恥ずかしい。いやいや、<laughs> ダメ。これ、ダメだもん、ダメって言わないと。<laughs> いや えとりあえず事務所ライブが8月17日と、うんえー、土曜日にございますと、はい、我々は、えー、12時半から開演のウェルネクストに出ますと、うん、そしてちょっと僕が8月21日に、うんえー、ピンの単独ライブをやることになりまして<ー>、えー、スペシャルなゲストもお呼びしてまあネタはないです正直。とか言いつつ。 <laughs> いやいやごめんなさいほんないですいですはいあの新曲を3曲おろしてます何なんそれ1一からもうやっぱもう前回、えーはい、前々回言ってたのかなミッチーさんのやっぱ影響がだいぶきてますよこの、はい、いやいやまあもう4四5か月前からもう構想と制作してますのではい、はい、ミッチーさんとのだから出会ここで運命だったのかなと、はい、曲に関してだったらあのちょっと一回その大ちゃんに聞いた方がいいんじゃないですかやっぱ今あの大、ね、ちゃん「指ゴットエンター」の TikTok がなんか あの楽曲チャート19位になって TikTok 音楽チャートに19位ですはいな何が起きてんの今わかんないなんかもうめちゃくちゃみんな真似してくれるようになってるですねカエルかみたいなから始まったんですけどもう今はなんだっけ彼女が踊ってたらカエルかしたみたいなそう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 ,そう大ちゃんのあれ踊ってたらっていうなんかこう変な顔でこう、うん、そ,れそれはだから楽曲出したけどそういう遊び方は他の方が 遊び始めてってっこといやいや <laughs> まあそれもまあいいじゃないですかそこは。計算でやられちゃう算です 本当にですか。ありがとう。みんな見つけてくれてありがとう。あの使ってくれてありがとう。そうやってやるんですね。だからそのをそのを見た見た後僕できるだけ顔作ってます。あこうやるんだって。だから自分で楽曲作ったけど遊び方他の人に教えてもらったんだ。はい。でもそういうもんですからね。はい。いやすごいです。みんな感謝。みんな踊ってね。ちょっとだからスガちゃんもやっぱその曲作ったらぜひ教えてください。大ちゃん続けということで。はい。はい。あとごめんなさい。8月6日にもリンダからの電と カカロニク栗谷さんのカリスマさんにをやるんですねちょっとライブ予定しておりましてそちらの方もぜひということで大、はい、ちゃん何かあんまりありますか僕はでもそうですね収録した番組が<送>やめてくださいもう告知前の情報解禁前のやつ放送されていくかなっていう感じ <laughs> 当たり前前当たり前のこと言ってんじゃねえお前 <laughs> はいでございます夏いっぱいお祭り行きたいんで営業お待ちしてますはいお願いします <laughs>、はい、営業の方もねはい そして、上り気味公式 X もございますので、そちらのフォローもお願いします。そして、この番組ではメールを募集しております。メールアドレスは、菅台アットマーク j o q r ドットネットローマ字で、SUGADAI アットマーク j o q r ドットネットでございます。番組を見ての感想、僕たちの質問、何でもいいので、メールをもらえると嬉しいのでお待ちしています。はい。ふつおた家のみのおつまみ最強座決定戦、目指せ地上波ラジオへの道、恋愛相談、実はいつこんなやつなんです。なんだのその謎をえ、各コーナーへのメールをお待ちしております。 え番組で募集しているメールテーマあなたが登りたがりいことと上がりたいことこちらメール採用させていただいた方全員に登り気味オリジナルステッカープレゼントしております、えー、ステッカー欲しい方は郵便番号住所お名前必ず書いてくださいちょっとあの発送作業遅れてますが、うん、少々お待ちくださいこの番組は 毎週木曜日の時にいい声でしょスポティファイアップルポッドキャストアマゾンミュージックなどで聞くことができますし YouTube では動画付きで見ることができますぜひ次回も聞いてください,い,い最後だけ寄せなくていい次回は三四郎の相田修二さんがゲストでございますあらいい声でね、はい、ちょっと褒められたくてどうでしたうまたピーマンの大ちゃんの喋り声は ええー、<laughs> シンプルにダメでした <laughs> やっぱ違うんでいい声に寄せるとそのマイクが拾いやすい声ってなんかトム・ブラウンさんのダメでもなくあのダメ,ーダメーじゃなくてダメ <laughs> その後に絶対がそう本当のダメね薬物とかに対して言うダメ、うん、ちょっと俺も挑戦するわ、はい、それではお別れのお時間ですお相手はパーティーちゃんのすがちゃん最高ナンバーワンとこれどうでしょうか もうダメダメもない小刻みに首を横に振るもうダメという生態を使うのもめんどくさい最悪ちょっとラス大ちゃん頼むヤンピョンズの大ちゃんでした何だそれゃもういいかげにしろお前 <laughs> はい、いやでも今日も大ちゃんお前よかったお前いやすがちゃんいやすがちゃんよかった<で>普通何うるせえかっこいいかっこいいあのー かっこいいうるせえよせーの駆け上がれ,上がれ相田さん大丈夫かな来週。こ,こ大丈夫かなここだけ仕上げここだけ最後、相田さんにもやってもらいましょう。やってもらおう。はい。